はい。それでは本日は2級建築施工管理技士の学科試験、平成28年問62番施工、壁紙割り工事について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください。壁紙割り工に関する記述として最も適当なものはどれか。1、下地の石膏ボードペンにシーラ,シー,ラーを全面に塗布したため、壁紙のジョイントは下敷きを用いないで重ね切りとした。えー、この問題は不正解です、えー。結論から言うとこれは下敷きを用いるという話になります。 まずですね、この石膏ボードを石膏ボードがあってその上にクロスを貼り付けていくんですがちょっと壁紙貼りというのはちょっと言いにくいのでクロス張りと言わせていただくんですけどもこのようにですね石膏ボードを貼ってそしてシーラーを塗布して接着剤を塗ってからクロスを貼るという形になります、まあ、基本的にこのクロスと接着剤というのはまあ一体化しているものと思っていただければいいですね でですね今回の問題なんですけども、えー、この壁紙の貼り方ですねクロスの貼り方なんですが基本的にはこの突き付け貼りといってここまでクロスがいったら次、えー、ここから突き付けてクロスを貼っていくというのが、まあ、普通の、まあ、原則とした、えー、貼り方になりますただですね壁面のこの壁面のですねジョイントはですねできるだけ突き付け仕上げまあ、このような感じにするんですけどもやむを得ず、えー、重ね立ちを行う場合に関しては 石膏ボード等の下地に刃物で傷つけないように、このようにですね、下敷き、下敷きテープがあります。下敷きテープというものがあるんですが、これを使ってですね、これを使って、まあ、切ったり切っていくというのが、この施工方法になります。なので、このようにですね、下敷きテープをやってから切断をしていくというのが本来のやり方になりますので、この下敷きを用いないで重ね切りとしたというものは、この条件にちょっと背いていますので、この1番に関しては不正解になります。 それでは2番施工中の室内の温度,が温度や湿度が高かったため通風や換気を行ったこの問題は正解ですこちらは、えー、施工中の環境ですねもうそのままなんですけども施工中はですね、えー、室内の温度や湿度が高い場合に関しては通風であったりあとは換気を行ったりするのが、まあ、一般的になります、まあ、クロスが、えー、湿度や温度が高くなって上下したりすることによって、えーまあ、剥がれてきてしまうので、まあ、この、えー、通風や換気を行うというのが、まあ、施工上の環境になります 2番に関しては正解です。それでは3番接着剤はでんぷん系接着剤と合成樹脂系接着剤を混合したものを用いたこの問題は正解ですこの、えー、最初に使う、えー、最初に説明したこの接着剤の部分なんですけども、えー、こちらに関しては 壁紙の接着剤というものは、まあ、どのように作られているかというとですね、この澱粉系接着剤というものと、えー、合成樹脂系の接着剤、プラス水、これで壁、えー、紙の接着剤が作られるという流れになります。なので、これプラスこれプラスこれと、えー、覚えていただければいいです。この澱粉系の接着剤に関しては、壁紙専用の接着剤の、まあ、ものになります。そして、この合成樹脂系接着剤というものは、まあ、人工的に作った、まあ、油の性,性質を持つ、まあ、物質ですね。なので、この 壁紙用の専用の接着下地をさらに合成樹脂で強化します。そして強化したものを水で割ると、まあ、薄めるというのがこの壁紙の接着剤の作り方になります。壁紙専用下地の接着剤に人工的に作った油の性質を持つ物質を加えて、水で薄めで作るというのがこの壁紙の接着剤になりますので、こちらも覚えていただければと思います。それでは4番、室内に柱が張り,で張り出していたため、 柱の正面でジョイントせず、ジョイントを両面、両側面に回すように貼り付けた。この問題は正解です。えこちらはですね、えー、壁紙の貼り付けなんですけども、まあ、クロスをうまいこと貼っていってくださいねというのがこの問題になります。まあ、美観性をうまく保つということですね。まあ、このようにですね、クロスを一枚こう貼っていくんですけども、このように切れ目のところであったり、うまく、えー、両サイドの切れ目のところであったり、あとはこの隅のジョイント部分、ここで、えー、切ったりすると、えー、このように貼り付けていってくださいねというのが今回の問題になりました。貼、えー、り付けを行う際に関しては、 もしこのように柱が出ている部分に関しては、まあ、こちらこのような柱が出ている部分を優先して、なるべく左右均等になるようにします。そして目立たない壁と柱の両側の隅で、ここでジョイントをしたりして収めていくというように、うまく美観を保つために、まッ、あ、クロス張っていってくださいねというのが今回の問題になりました。4番に関しては正解です。以上のことから今回は1番が間違えているので、1番が答えとなります。